アンピン来ましたね。ほんまにびっくりしたわ。台湾エロ食い。かわいいかわいい、これ糸麦、ミルク、これはシャングーローパン。このあのスプーンがね、これ食べます。でそれのまあ素材探しで、まあ、あのグルメツアー、台南ローカルグルメツアー、あなたも行ったことがないグルメツアー、うん、もうこのインスタントラーメンでもお腹いっぱいになってもして、これからどないなるんですかね。ここはどこですか？アンピン。アンピン来ましたね。え、山崎画伯どこおるん？ここおる。今からすごいアイスを食べに行きます。楽しみ。アイス、うん、一番最初に台湾に来て、まあいろんなもの見たけど、ほんまにびっくりしたのはこのお墓です。でこのお墓の乱雑な置き方というか、乱雑な置き方が、はい、で何も知らんでこれ見たらびっくりすると思うんですよね。僕はその状態だった。あ、日本人的にってこと？まあ確かになんか、あ、でもパッと見てお墓やって分かる。分かるんだ。台湾エロ部位、日本で大人気。大人気、もうむちゃむちゃ安いよ、みんな。そう、ネットで買ったらどれだけ高いかっちゅう話。アンピングーパーですね。あ、来た。あ、これ、あ、これはでも違う。なんかこの辺にいつもおらへん。あ、これ？これじゃない？あ、これも違うか。これはバブです。あ、これバブか。違うんだ、うんうん、どうぞ。ここにあの魚頭くんがあって、じゃじゃじゃーん、ここですね。これです。これは山崎画伯の絵ですよ、皆さん。秋の前もインフォメーションが要所要所にあるんだね。かわいいかわいい、これ皆さんもどうぞ。バイバーイ。パクチー、ピーナッツキャンディーパクチー巻きですね。これね、まあ、ちょっと一口食べて。初めて見て。はい。いきます。はい、どうぞ。どうですか？その歯にくっついたり、うん、口の中ですごい迫力の終わりには味がほとんどないみたいな。よくわからない。美味しいか美味しくないかで言うと、まあ美味しいです。美味しくないことはないけど、美味しいですけど、なんかほんま駄菓子とパクチーを一緒に食べてる感じ。何と？駄菓子と。あ、駄菓子とパクチー。はい、まああのよく昔ながらの看板って感じ。はい。そうそうそう。今日暑いからちょうどやな。うん。なんかこのアイスすごいさっぱりしてて、うん、なんかあんまりこう喉乾かへん感じ。でも嫌な甘さじゃないですよ。美味しいです。美味しいのは美味しいな。美味しい。カキオムレツ、アンピンといえばカキオムレツ来ましたね。でこれが何？カキ？双蛋煎。双蛋煎って何？就是两颗蛋。两颗蛋。卵多めだ。卵多めで、こっちが普通のバージョン。すごい上手。わ、すごい。この何？何このバツ。柿なし。柿なしで卵が倍。こういうバージョンもできるんだね。へえ。これだからシーフード食べれない人はこういうのも食べれますね。トロトロのとこ行ったか。柿入ってないやつは。おお、あ、そうだ、日本今ハイチュウかなんかで作るのが流行ってんねんな。あ、そうなんですか。そう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 、ハイチュウで作れんねん、これ。いいよね、じゃあ日本ラスラスラス。あ、はいはいはい、こっちに、こっちで。あー、すごい。これですね、龍のひげ飴。ツナ、ツナがいいの。がっつり取ってね、がっつり。
うつ。これもまた歯に、歯にくる。あ、ちょっとサクッとした感じ。チョコマンの。ネチョネチョしとんだ。へー。まだ悟ってない。まだ悟ってない状態やね、今ね。こっち側も。いちごプリン来たよ。そうね。おたふさん。いちごプリン来た。いちごプリン。今いちごの季節です。他里面有一个很奇怪的东西，什么？那个是姜吧？姜啊。一坨一坨。它什么？これ何？これ何？布丁，红豆布丁呢？啊，これね。うわ、これまた山崎画伯またすごい。これはね。ハトムギ、ミルク、雪氷、はい、つぶつぶ感すごないこれ、ちょっと天かすや、天かす、はい、どうぞいただきます。どうぞ。どうですか、うん、ハトムギ感すごい。ハトムギは まだわからんのだろう。ハトムギ味ないもんな、うん、プリン、こういうところはプリンが美味しいです。食べてね、これ、うん、ちょうどええ感じのやろう。ですよ。これ豚肉、腸、そしてこれがみーちゃんの魚皮スープね。サバヒーを焼いたのと卵焼き、うまそう。この卵焼き、これはあのサバヒーのお腹の部分のスープ、これが美味しいんだよ。このあのスプーンがね、もう沈みそうなのがちょっといいのよ。いただきます。これ食べます。ご飯の量もある。うん。うん。うまっ。うん。おいしい。あのサバヒのお腹の部分でなんか油がすごい乗ってるとこなんですよ。はいはい。こういう感じで、これ油が乗ってる感じで、うん、でまあすごいトロトロしてて、このタレにちょっとつけて。あ、瞬間瞬間すごい瞬間。僕はほんのちょっと皮の部分ね、これサバヒのスープの、これは皮の部分、うん、皮の部分。お腹がちょっと脂っぽくて嫌だなっていう人は皮を、皮の部分といいと思います。これ僕の好きなサバヒの皮のスープなんですけど、この店は結構肉が、あるね、肉がついてます。ペラペラじゃないね、うん、ね、どっちも美味しいとは思います。うん、うん、ペラペラもなんか肉をこそぎ取って、うん、食べる。じゃあいただきます。どうですか。マジでうまい。マジでうまい。マジでうまい。台南だけらしいよ、うん、ほんま。なんかあの台北とかで、うん、なんかこういうサバヒーとか食べたら、はい、台北の人いつも台南来て言うんやけど、なんかもうなんでこんなに新鮮で、うん、臭くないんだってみんな言うから、多分あの台南だからだと。スイカのイカです。茹でただけ。サクッと茹でただけ。すごい綺麗に全部食べちゃいましたね。もうこれで美味しさがわかるよね、うん、じゃあ皆さん今日どうでしたか。今天如何。今天不错。イエーイ。じゃあ皆さん、台南に来たら行ってみてくださいね。そうで、あの4月5月に山崎兄ちゃん、そしてロフティスさんのコラボ
展示会があるので、その時にもまた今日紹介したお店とちょっとこう関連されてあの展示があるので、皆さんそれもまた行ってみてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。